こんにちは、ひかりです。今回もトイプラネット伊勢崎店さんの100円コーナー見ていきたいと思います。いろんなおもちゃがあるんで、今回ねちょっと100円コーナーをじっくり見たんですよね。だからちょっと100円コーナー動画が多くなってると思います。なんだこれ、ロケットに乗ってる坊ちゃん、これはスキヤのスキスキセットのおもちゃかなと思うんだけど、あとミニオンとか多いね。やっぱ一時すごい流行ったからね。妖怪ウォッチもそうだけど、オーブカリバーだっけ、お、スティーブ・ジョーズ、一時僕の動画でよく話してたけど、鏡でちょっとね自分を映してピカチンキットのやつね。ピカチンキット今安いから買うならおすすめですよ。花がっぱ NHK でやってるやつだ、今のやつね。で、なんだろう、トーマスか、これは。お、怪人的な、まあ多分筋肉マンかな、筋消しの部類かなと思うんだけど、筋肉マンに対する知識がねまだ全然なくて、そう、これから漫画とか読み始めたいなと思うんだけども、いろいろ今も面白いのが多くてさ、もう見切んないっすよって感じですね。本当はドラゴンボールとかワンピースとかだって読みたいんだけど、時間かかるし、ジョジョとかね、ジョジョの漫画持ってるんですよ、ほぼっていうか結構たくさん持ってるんだけど、一回もちょっとしか読んでなくて、なんかディオ、最初のディオが人間をやめるみたいな感じでお面かぶ、あ、これね、僕がちっちゃい頃売ってた食玩かな、多分ドラえもんの映画のコスチュームを着たドラえもんのフィギュアのやつ、これすごいおすすめ。今のボケ多分持ってるから買わないけど、100円だったら絶対買っていいと思う。ドラえもん好きとかだったら特にドラえもんの映画好きにおすすめかな。僕はドラえもんの映画好き。あ、ペプシマン潰れてる、てかこれ潰れてるっていうのはこういうデザインだからね、まあ、わかると思うけど。ペプシマン。最近ペプシマン元気にしてるかな？あんまり見ないよね。犬。インムですよ、犬。あ、これもピカチンキットのなんかだね。あ、ピカチンキットはね、パーツだけ持っててもってとこあるんだよな。やっぱ、揃わないとね。あと、自分で組み立ててなんぼ的な。ゼットン。で、ちょっと色の濃いキューピーちゃん。ピンクの色が濃いキューピーちゃんがいました。肌色じゃなくてピンクの、濃いピンクのキューピーちゃんですね。かわいいね。まあ、100円となると買うの悩んじゃう。ちょっとレトロな感じもしたからいいなと思ったんだけどね。これもう全然わからない、このキャラクターは。なんかかわいい感じだった。え、なんだろうと思って。ね、恐竜フィギュア的な。あー、これもアニアかな、か食玩のやつかな。あ、カービィ。このカプセルのやつってなんかなんだっけ、ファミレスとかにあるやつだよね、ガチャで。あとなんか、なんだっけ、お寿司屋さん、回転寿司屋さんのガチャポンとかね。あ、これ実写版セーラームーンのフィギュアですね。昔北川景子さんとかも出てたんだってね。てかそっから始まったのかな。あー、エンジン王、腕がない、ソフビですね。戦隊のソフビもなんかなぜか出続けてるよな。どこに需要があるのかわかんないけど、やっぱ売れてんだろうね。いつもトイプラで100円で買ってる感じ、僕は。いや、今のところプリキュアだね。で、恐竜フィギュア。やっぱ恐竜とか生き物フィギュア多いね。どのトイプラにもありますね。して、こっち来て、こっち側ね。あ、このカプセルはカプセルプラレールかな。で、ベイブレード。僕ね、ベイブレードあんま分かんないというか、あんまり今はね、興味があまりないので、あんまり撮影してこないけど、ベイブレードもいっぱいありますよ。はい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 、この辺のね。今、この辺が対戦ゲーム的な、ゲームというか対戦玩具的なやつかな。で、こっちがまた、グッズ系が多いのかな、雑貨とかが多いかな、この辺は。トミカのなんかケースみたいなやつとか。それ、この辺は雑貨かな。あ、マックのやつだ。フィルフィッシュ。もっといいや。まあこういうところにもね、戦隊装備とかもありますけどね、混ざったりしてますね。ちっちゃい子とかが移動させちゃったりするから、ね、おお、これ一番くじのマリオオデッセイのラバーキーホルダー的なやつだ。あれもね、ちょっと100円だったら買ってもよかったかなと思うんだけど、ちょっと今回買わなかったんだよな。で、僕の好きなおそ松さんいますね。おそ松さん系のね、グッズもいっぱいあるから、まあおそ松さん系のグッズはね、駿河屋福袋で手に入るかなって。今の
ピンバッジ。これピンバッジあれだよね。ベビースターラーメンのやつだ。あれベビースターラーメンってもうないんだっけ？なんか、一時ニュースになってた気がするけど。違ったっけな。ほんで、こっち。なんだこれ。あー、NHK とかのキャラクターっぽいな。もしくはテルト。え？これ未開封なんだけど、ウノのドラえもんのやつが1枚だけで大丈夫なの？商品になるのかね？なってるもんね、もともと。すごいね。まあだから追加するんでしょ、元からあるやつに。すごいな。お、ドラえもん、かわいい。月面探査機のやつかな。お、タグもついてる。これちょっと買ってもよかったけど、まあプライズ品だけどね、イオキャッチャーの景品ね。ちっちゃいぬいぐるみとかもここら辺で100円で結構置いてありますね。大きいぬいぐるみも100円であったりするし、もっとね価値があるやつとか別のコーナーにあったりするんだけど、199円とか300円ぐらいのやつとか。これプリキュアなんだけど、イエスプリキュア555だから、このキャラちょっとまだ知らないんだよね。多分僕55まではまだ見れてなくて、その前の普通のイエスプリキュア5しか見てない。あ、ラブライブ、ラブライブもなぁ。僕ねゲーセンでバイトしてた時にラブライブが大流行してたから、なんかすごいラブライブグッズね欲しくなっちゃうんですよね。価値があるの知ってるから。まあ、今はどうかわかんないけど欲しくなります。ミニオンズもいるし、こんな感じでね奥の方までねこう探すの楽しいですよ。奥だからって宝物がないとはね限らないんでね、意外とありますし。ピカチュウやっぱ多いなとかね。アイドル系のぬいぐるみとかもよく探してますね。お、何これ、日焼けしたフラッシーじゃん。なんかいたな、そういえば。今のこの女性は誰だろうな。ちょっとそれが気になるな、女性のキャラクターの。あー、ミニトトロみたいなやつだ。ただこれはパチモノの可能性もあるんだよな。なんか違うかな、どうなんだろう。あ、それにジブリのぬいぐるみはね高いことが多いですよ。あ、サクレルプラネットだ。お、これは南極カチコチ大冒険の時のドラえもんのやつだね。コスチューム的にドラえもんのぬいぐるみもねとことん集めたいんだけど切れないからねやめてます。まあ欲しいのは買ってるけど。でこういうとこにこういう風にザンドリアスいたりするんですよ。ウルトラソフビが、怪獣ソフビが、やったぜっつって買いましたね。ここさ探してよかったみたいな。あとぬいぐるみでおすすめなのはやっぱマリオとかカービィとかもおすすめかな。こういう、こういうなんかなんだろうね、ミニフォトブック的なやつかな今の。はい、そんな感じでねめっちゃ楽しいですよ。ぜひ行ったらね100円コーナー探してみてください。ということで今回は以上です。この動画が良かったなと思っていただけた方はぜひコメント残してってください。それではまた、バイバーイ。